この前ね、マジギレしてさ、俺がなんかスランプになりましたみたいなね。あ、そうです、そうです。カズが編集のスランプになりましたみたいな、そう、連絡が来たけどね、ちょっとその LINE 出して、俺が読み上げちゃう。これです、はい、うん、まずカズが送ってきたのが、はい、大スランプに陥っています、はいはいはい、動画編集がね、はい、大スランプに陥っています、はい、自分でも内容が全くダメです、はい、自分がどうやって作ってたか全く分かんないですよねっていう人、動画の編集に立ち止まっとうっていう時の俺の返信ね、はい、取りかかるのが遅いだけよ。スランプって言えるほどの経験と知識は積んでないけん、努力不足と勉強不足なだけ意地でもやりきってもらうよ。それでもダメなら早めに言って、俺が取り掛かれば間に合うけん、ギリギリでダメでしたはなしにして鬼でも普通これを聞いてやっぱもうってなるじゃないですか、うん、僕はおい頑張ろうって言おうだねやりますありがとうございます頑張りますって言って鬼すぎるそうやって YouTube の動画カズが頑張って作っとるのに再生が全然伸びんけんまた怒られるっていう厳しいやけん、あの皆様 YouTube の登録をして見てあげてください体育会系そうよ、もうゴリゴリの縦社会やけん我々でもこれそれがあったから、うん、なんかその言い訳してやらないのをやめよう、うんうん、ああなるほど、カズさん頑張ってくださいYouTube 手当出してあげてください。しっかり出しておりますカズくん栄光やカズくん応援しています。やったー、ありがとうございますそういうのが裏であるんですよ、まあ、そう、そうやって作り上げた YouTube を再生が300とかしかされてないつらいつらいよねめっちゃつらいよね、その動画一本でさ、そうやって怒ったりさ、話し合ったりさ、毎回毎回やっとうやん、カズがくじけたりさ、俺が怒ったりさ、なのに再生300シャレにならんよね、そのうちの10ぐらい俺やけんね。で、カズも10回ぐらい再生してたろ、多分。そうっすね、やけん何のためにやっとんじゃんもう再生数は自分で稼がないと。そうよ、そうそう、俺もそう、自分で稼がないかんと思って自分で何回も見とけ